和田真美子は、ラジオ大阪のアナウンサーである。愛称は、和田まみ。立命館大学産業社会学部からの卒業後に、福島 FM のアナウンサーを経て、2005年10月に、ラジオ大阪へ移籍。移籍後の2012年7月1日には、ラジオ大阪の PR ユニット、ベンテンアールシスターズのメンバーとして、キングレコードから、魔法の鏡で、CD デビューを果たした。 ペンテンアールシスターズでも活動したアナウンサーの小川、眉が2016年3月31日付で、ラジオ大阪を退職してからは、同局に正規の局員として勤務する唯一の女性アナウンサーとして、報道、音楽系の番組を主に担当している。2014年に第一子を出産してから、2019年に第二子を解任したため、同年12月1日から、 3前3後休暇を再び取得した。2020年1月3日には休暇の直前までアシスタントを務めていたゴーゴーフライデーショーに電話で出演するとともに第二日子の出産を報告した。2020年11月5日にラジオ大阪に復帰したことを報告。高校時代に阪神・淡路大震災で被災した経験がある。 ラジオ大阪で2018年から実施されている防災特別企画明日のために今できること。では自身が出演するレギュラーワイド番組内で防災特集を担当している。また同企画番組内では地震発生を想定した防災散歩という散歩の企画も放送されている。ありがとうございます。